セクシー田中さんの原作者が亡くなってから問題視されつつある原作者の軽視問題。そんな業界の闇とも言えるような問題に対して、海猿の原作者である佐藤修邦先生も、死ぬほど嫌でした、と話す。海猿が映画化することはある日突然決まっていた。契約書には何かあるたびに原作者に確認を取ると書いてあるが守られなかった。原作者を名乗る人が何人も現れたり、取材や関連本の出版が事前許可なしに続いた。 現場を見に行った時に主演の伊藤秀明に挨拶したら、原作者、挨拶しなきゃダメ、と吐き捨てられた、など原作者がいかに軽視され、邪魔者のように扱われているかを語ってくれた。また、この投稿を見た伊藤秀明は即座に、海猿、は僕にとって一生の財産です。約20年前、現場に出向いてくださり佐藤先生にいただいた原画を今も大切にしています、とインスタに投稿したが、 それに対して佐藤修法先生はイラストに書かれた日付を見ると2005年となっています僕が撮影現場を訪れたのは2012年の一度きりです2005年に伊藤さんがあったという佐藤先生とは一体誰だったのでしょうかと伊藤秀明が所有しているのは偽物の原作者からもらったものだと投稿主は題になっているそれらに対するガルチャンミンの反応集を紹介していきます代表作なのに 代表作って言えなくなったんだよね。これも原作者と脚本でごたごた語があって、なんかひねくれてる印象を抱いてしまう。佐藤先生が忘れてるんじゃなくて、別の原作者が現れたぐらいだから、勝手に書かれたって可能性もあると思う。テレビや映画の関係者が作ったんやろ。やりそうやん。手書きのもんもんだけ直筆とかで。意地悪だな、佐藤さん。やば嘘だったってこと。もしくは誰かがなりすましてたってこと。 テレビ局って何でもするのね。最低。なりすましならひどいね。やりそうだよな、あいつら。<laughs> 誰かが原作者のふりしたってこと。なんかここぞとばかりに昔の話蒸し返して粘着室で気持ち悪いね。もう一人の原作者。直接もらったのではなく、人捨てにプレゼントしたのを忘れてるとか。なんかこの原作者も正確に難がありそうだね。漫画家も忙しいし覚えてないんだろうけど、番組の企画でもらったサインとかじゃないの。 当時のの編集ととかかマネーージャーとか管理してないのでもなこういうの聞いても伊藤英明すごいタイプなんだよなんでだろう私きく君みたいなのがタイプなのに映像化された中でもトップクラスにいい作品なのに藤が原作者側に不快なことして仲田がいからのサブスクとかでも一切見れなくなったよね DVD とかも高くなってきてるし以上になります業界の闇の部分に記女も驚いていたようです もし気に入ってくれたならチャンネル登録よろしくお願いします。